はい、じんちゃんのじんでございます。昨日からギルド戦第19シーズンが始まりましたね。それではスタート。はい、ということでギルド戦昨日から始まりましたよね。昨日ね、とりあえず1勝させてもらって今日で2戦目となっておりますが、前シーズンね、第18シーズンは66位とか5位ぐらいで着地したと思われます。毎回恒例になっていますが、まあ新人で入ってきたんで、どのぐらいのその方がレベルを持っているのか、ちょっとね、肌身合わせて戦って、うん、なるほど、この人こういうレベルなんだっていうことをね、測るためにも、まあね、ここはフレンド対戦してその人の印象をつけていこうかと思っておりますが、なんとですね、我がギルド人チャンネル皆さんびっくりしないでください。なんとね、6人も人入れ替わりました。6人、ちょっとね、うちの事情というものもありますが、ちょっと出入りありまして、6人変えさせていただいたんですが、本当にね、皆さんいろんなね、方からぜひ純チャンネルに入りたいっていう方がね、いましたのでね、それでもね、選抜させていただいたんですが、6人立派な方選ばせていただきました。本当によろしくお願いいたします。ではいざ、時間もないでね、ファイト。まずは1人目、シャイナ星星さんでございますね。まあ、シャイナさんと呼びますが、早速見ていきましょうか。陣形ですね。ワンバック。イングリッド、エリス、カールヘロン、そして、アメリアのアキラということですね。私とほとんど同じパーティーなんで、どう出るかわかんないですが、私、イングリッド、レベル40にしてまいりましたんで、勝機はあるかと思っております。ちょっとね、装備に自信は僕はありませんが、ではこのシル男優編成で戦っていこうと思います。いざ勝負。はい、ではシャイナさんよろしくお願いいたします。本シーズンはまあ幸先よく勝ちたいところですな。まあパッと見るところカールヘロンとアメリアの位置が2番、3番がちょっと僕とは違うっていう感じでしょうね。うん、まずは敏将、どうやら私勝たせていただきましたね。先手取れました。次が相手何を言うか、ね、いやーいいなー、こっちだってイングリッド先動かしてたったよ。先やられたわ。いアキラが動いたか。なんかね、ちょっとイングリッド、まあもう1週間ですかね、使ってきたんですが、やっぱりね、弱点も出した方がいいんじゃねえのかなって思ってて、アキラも弱点いいんですが、併用していくとね、なんだかアキラよりかイングリッドに動いてほしいっていう気持ちが非常に高くなっちゃってね。ただ相手もね、エリス編成多いんだよね。合計値足したらアキラの方は弱点は低くなってるはずだよなとかって思うんだけどね。でもだいぶキリエル入れてる人たちの編成を見なくなりましたね。いい感じだね。ただ下打ちたいな、早くイングリッド。さあ来ちゃった。まあこのシルダンユー編成でちょっと戦ってるんですが、やっぱカールエロンが脆いね。まあこれ編成的な問題ではないんですが、やっぱカールの脆さがね、かなり目立つんだよね。あ、陣形ワントップになっちゃったね。ワントップ編成、まあエリスワントップ悪くないな。すいませんね、ちょっと鼻声でね、ごめんなさい、花粉症の影響ね、しばらくはちょっと鼻声が続くと思いますが許してください。来たか。でアキラあっち覚醒溜まってるね。あ、内側行ったかな。ちょうどいいタイミング溜まってたね。 OK、 半分減らした。あ、これでまあ同点ぐらい、どうかな、どんだけ耐えられる。ああ一緒ぐらいか。でやっぱカール倒れたでしょ。結構ね、カール一番端にいつも倒れるんだよね。オッケー、いい火力で
この次にカールじゃないイングリッドの下行ったらなとどめさせたかもしれないね。行きましょう。相手も同じとかっていた。これあんまダメージ来ないからね。あーまあいいや、アキラこっちも軽く出るな。カモン、グイ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 。まだまだ。でも相手にイングリッドがいなくなったっていうのはね、結構でかい、結構でかい。これ打てる環境来てんじゃない。頼むよカモン。残念。誰か倒れましたね。アメリア倒れましたね。やっぱ最後のところのアキラなんだよね。なんか負け戦しててもアキラが結果的にやっぱブロックしてきて最後に残る確率が非常に高い。勝てーなーこいつ本当に。これゆくゆくねアキラを潰しに来るときにブロックをなんだろうなさせないキャラクターみたいのがとどめさしてくるのかな。ほんとブロック邪魔だよね。オッケー、シャイナさん今後ともよろしくお願いいたします。今シーズンはでは2人目いこう。はい、2人目は林さんというお方になりますね。おっとパッと見るとまあエリス・カール・ヘロン、そしてアメリアのアキラ、そしてイングリッドの36と34低突で使ってんだね。まあでもエリスねやっぱ強烈だからね。次イングリッドがまあ36、現状この編成でアリーナリマ林さん、どのぐらい行ってるかちょっと見てみましょうか。林さん、今日ね金曜日3月30日の金曜日9時7分ぐらいなんですけど、マスターの4372点ぐらいだね。うん、マス2。これだったら日曜まで行ったらアベンジャーまでもしかしたらたどり着いちゃうのかな。まあマス1は硬いかなって思ってますね、今の編成でも。うん、ちょっとこれは期待してますよ。よし、それでは林さんいざ勝負でございます。ファイチ。さあちょっとねエリスが低凸の分部がちょっと自分にねあるっていうのは悪いんですが、戦わせていただきましょうか。まあミラーパだからね負けられないよね。逆にここでね負けるとなるとやっぱこういうこともあるってことですか。うん、いいね。ああこのイングリッドのね上が先に動くのはねどうしてもね納得がいかないね。下で行ってほしいね先。うん、下がかなり強烈なんでね。行ってねエリス行きましたね。結構ねこのやっぱエリスはねスキルどっちが離れてくれると本当にね展開を変えてくれるよね。下出してくれてもうシールド貼ってくれるし、上行ったら陣形変えてくれる、両方動いてくれたね。いいところで、これでイングリッドの下行ってほしいな。うん、ああ向こう来た、覚醒スキル来たね。ああラッキーラッキー、ダメージなし。うん同じ展開だね。カールヘロンが2人とも動いてる。これによってアキラの覚醒が使えるということですか。あー向こうヒーロー使ったね。もうこれでアキラの多分ウィークでしょう展開的にね。よし、ただちょっとスキル回しがね難しくなったのがアキラ前線に置いて、いっちゃん初めにアキラの上下で動いてくれる可能性が高かったんで、それがあった後覚醒スキルっていうのが展開的にあったんですけどね、なんか前列に置いたらね結構ね覚醒がたまりやすいんだよね。つうかめっちゃやばい一気にやられちゃったよ。いやーまずいなこれ、うわーいやーまずいなこれ。どんだけイングリッドの覚醒スキルで逆転できんのか。どうあーでも厳しいかな、どうだろう。うん、でもゴムには持ってこれてんのかな。もう次確定でイングリッドの下へ打てるから、どういう、あ遅延起きた、しまったー、厳しい。うわー、アキラにやられたわマジで。あー完全スキル回しにやられたな。いけいけ頑張れ頑張れ。イングリッドこれあるからね。ただ相手にもイングリッドほとんど
ヒットポイントマックス状態で残ってるね。いやー、回数こなして10ターンいかないかな。それで自分についてる。あー、つえー、やられた。はい、ということで、配信さん、エリス34、イングリッド36でも全然使えるということが分かりましたね。今シーズンよろしくお願いいたします。3人目になりますね。今度はユキトさん、こちらはね、前シーズンぐらいからフレンド登録してフレンドになっていたお方で、募集かけたら入りたいということになったので、ぜひともご参加をということになりましたので、ユキトさん戦わせていただきます。編成的にはいましたね。カグラ、エリス、カグラ、アメリア、アキラ、イングリッド編成になっております。正直ね、このパーティーやってみたいんだよね。カールの 3,4 人のあの攻撃スキルの免疫よりか、ちょっとね、呪い入るとめちゃくちゃイングリッド弱いんですよ。もちろん他の人たちのね、動画を見た限りね。で、アリーナ回してでもやっぱそれ実感してますんでね、このカグラ入れた編成かなり興味深いですね。イングリッドが36ぐらいでもうほとんど抜け目はないということでございます。ではユキトさん、いざ勝負。はい、では参りましょうか。ちょっと楽しみだな、この対戦は。うん、このカグラ入りっていうのは一体どんな感じか。まあ実証されたら私が負ける方になるんですけどね、確実に。ただこれ結構スキルも橋が難しいんだよね、あのカグラ入れてね。あの相手のアメリアが変形した場合、アメリアの覚醒スキルを使った後、カグラが覚醒スキルを放って呪いをかけるっていうパターンに持ち込むとかなり強いと。ただもうカグラが打ってきましたね。これはチャンス、これはチャンス。だからこのカグラを2バックにして後ろに編成したやり方で、なかなか覚醒スキルをためらないようにやるっていうやり方の人も結構いるようですよね。逆にここからもううちはアメリアの覚醒スキルを早めに打ちたい、そんな展開ですよね。呪いがきついんですよ本当に。うん、早くアメリア溜まって。あー、来た、イングリッド来た。いやー、痛い。よしよしよし、絶滅だもんな。やっぱ溜まるの早いよな、アキラ。まだ一発持ってないに近いもんな。あー、どんどん来るね、向こうのイングリッド。怖いわこれ。あー、助けて。おー、なんとか。おし、反撃で相手のイングリッドやったな。一発今やったぞ。よし、アメリアの覚醒スキル打てるようになったね。これでどっち行くか。アメリア先動いてほしい。あー、弱点の魚これ、弱点の魚。よし、まだチャンスある。次アメリカが 100% 動くから。うわー、持ちこたえろ、誰か、みんな持ちこたえろ。よし、エリスがやられそう。相手はだいぶ減ってきてるけどね。よし、これで勝ちは見えてきたぞ。あー、絶滅来てる。あ、よかったよかった、アメリアの後だ。まあそこまでね、大丈夫大丈夫。これはちょっとスキル回しにかなり救われたね。で、向こうのエリスも倒れました。あとはカグラとアキラのみということですね。誰が倒れたの、エリスか。まあそうなんだ。ただエリスだけ唯一覚醒していないのに戦ってるっていうのは、やっぱエリスは優秀だよな。覚醒してるカールヘロンの方がなんか脆い感じがしてしょうがないよ。ただあんま有利じゃないぞこれ。全然イングリッド動かねえな、うちの。だからイングリッド上行って下打ってほしいんだけど、全然動かない。ヒットポイント的にはね、ほぼ互角な状態だからね。いいよ、カールヘロ動かなくて。なんで君動くかな、なんで君動くかな。いやー、きついよ。早いとこ潰さないと。じわ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 やられてるね。じわ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 。相手のカグラ、沈黙入ったね。沈黙。これはでかい。どんどんスキルどんどん打ってこう。もうイングリッド。
自動でさ、下のスキル時間なくなっとるやん。これでさ、イングリッド上打つんだぞ、きっと。さあ、どれるか、さあ、どう出るか。あ、まあ、アメリアか。なんでこんなギリギリまで打たねえのかな。もう弱点倍率とかほんと意味ないよな。下へ来い。あ、来た、やってきた、やってきた、カモン。こんな軽く出なかったな、残念。もう自動的にこれ上のイングリッドで下で、でもやっぱね、アキラとカグラ耐久力ありすぎるな。っていうかやばいなこれ、この耐久強いよ相手。全然ねイングリッドも火力は出ないな、きついな。やられんぞこれ。あ、もうあと1分になっちゃったよ。うわー、つらい。これは厳しいな。うん、どん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 。いやー、ちょっときついな。倒せねえのかな。これでどんだけ当たれるか。それでも倒せないか。うわー、逆に呪いか反射、反射だな今の、多分。やられたね。わあ、勝ったけど、なんなんだこの耐久バー、崩せねえな。これはカルヘロンより強いんじゃないかな。ただその代わり、耐久的に残すことを考えたら、カグラをまだまだ編成していても、やっぱ強いね。はい、ということで、ゆきとさん、今シーズン、お初ですが、よろしくお願いいたします。ということで、今日は3人にします。6人一気に行こうかと思ったんですが、イングリッドの編成だったら、結構ね、短縮した時間で倒せるかと思ったんですが、意外とね、ゆきとさんとの戦いにね、10分使ってしまったので、今回は、3人紹介ということにさせていただきます。ただいま、3月30日、金曜日ですが、アリーナ、状況を見ていると、一番初めに戦ったシャイナーさん、アベンジャーの一番上だ。もう4900。もうこれは、硬いね、レジェンドはね。そんな方に勝たせてもらうとは思えなかった。プラスアルファ、他は、ユキトさん、4564。もうすぐでアベンジャー入りですね。他は、先ほど紹介した、ハヤチンさん。そちらも、4400くらいかな。4372のポジションにいるというメンバー3人を紹介させていただきました。残り3人また後日放送していこうと思いますのでよろしくお願いいたします。プラスアルファね、イングリッドレベル40になったのでその戦いぶりなんかをちょっとね見ていってください。よろしくお願いいたします。ちょっとね、カグラ編成ちょっと魅力的。まあもう全然アリーナ勝てなくなってきたらちょっと試してみようかなと思います。シルダンズリュウさん、すいません、よろしくお願いいたします。ということで本日はギルド戦新人メンバーとフレンド対戦のコーナーでございました。今シーズン皆さんよろしくお願いいたします。では今日はここまでしたいと思います。バイバイ、ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録グチャッ押していってください。バイバイ。